週刊レンレンニュース。皆様おはこんばんちは。キャスターを務めるスパチャ童貞を晴れて卒業でテンション爆上げあっひゃーの3代目ジードです。また始まりました週刊レンレンニュース、最新の平本蓮情報をお届けする番組です。早速ニュースです。我らの殿平本蓮蓮ドブネズミさん、またまたあるお方と揉めてました。そのあるお方とは、そう、細川馬鹿バレンシアガ師匠と格闘技物申し協定を結んだのにもかかわらず、レンレンさんとまた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 喧嘩しだしました。協定無効早っ。ことの発端はこの方のツイートから。レンレンさんの幼なじみでもあり無敗の男、那須川天心さん、年齢関係なく対等。これはファンサービスでリプ返す企画で、人間関係で大切なことは何ですかに答えたもの。そこに天心のパパ那須川天心さんや、格闘技界のティーパブロ超イケメン白鳥くんや、喧嘩は強いやろうけど絶対ええやつやん風根選手などが所属するてっぺんジムの会長那須川ひろゆきさん、ん？ひろゆき？ひろゆきやったんか？ってことはこういうこと？知的さが全然違いすぎ漫画だ。そんなひろゆきパパ、年齢関係なく対等、だいぶ偉そうだな。人に気を使うことが相手のことを思いやる心、自分のためじゃなくて人のために戦え。なんか腹立つな、うるさいねジジイとついつい言ってしまいそうなリプに、炎上の煙を嗅ぎ分け来ました、レンレン犬。全部天心の金でジムだって立ってるんだからいいじゃないっすか。あんた言うね。天心と幼馴染ってことは小さい頃からパパとも交流あったやろうに。あんた結構言うね。さらに、息子の金で飯食って、息子の金で好きなことして、息子の金で好きな車も買って、あとは何が欲しいんや。あんたなかなか言うね。親戚のおっちゃんにさすがにそこまで言えな。あ、また酒飲んどる時や。なんか知らんけど言ってるタイからです。あかん、このお方お酒で大炎上するタイプですな。そしてここに来ましたよ皆さん、馬鹿の匂いを嗅ぎつけ、はい、こんにゃくこんにゃくバレンシアガ師匠風味来たー。その天使のお金は那須川会長がいなければ存在しないよ。子は親に何も貸しはないが、すべての子は親の資産です。俺の稼いだ金でばあちゃんがジム建てたいって言ったら二つ返事で OK だし、当然俺に偉そうだなお前と言える権利が永遠にあるよ。お前にはそういう親がいないのか。バレンシアガ師匠ごめんね、これはあまりにもバカな意見。はっきり言うね、ジードも子孫残しましたが、我が子を初めて持てばわかるんが本当の愛ね、一辺たりとも資産なんて持ったことねえし、子供に対しての愛情は持たないとわからないよバレンシアガ師匠なあムニュー。そうだそうだ、どけ。それにみんなが見てる場所で我が子を落とす馬鹿親父だから、うちの殿が言ってるんだよね、レンレンさん。手だけルールの島国レベルが調子に乗ってんじゃねえよ。あかん、返しが予想より上いってる。あわ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 わわわわわわわ。けど一番問題なのは手だけルール、これはボクシングに移行した那須川天心さん自体もディスってもうてますよ。えらいことなる前に行きましょうレンレン犬。げ、やっぱり来たか。マジか。大してお前はキックも MMA も島君に言えるイカじゃねえか。言い過ぎやぞバレンシアガ。キックは島国飛び出しレベルや。どんなパーやケイオに勝ってるし、つて木村ロイドフィリップには負けとるが、 MMA は2勝3敗やけど、今から神がかるなりかけ神マンや。しかしそんだけ揉めたんやったら、そこ試合決定出す。夏に開催されると言われてるスーパーライジン2、手だけルールでやったら盛り上がんぞ。ただでさえスーパーライジン4万人入れなきゃならない規模、朝倉海君アーチュレットのタイトル戦は決まってそうなものの、レンレンさんの参加なくして成り立たない。しかし対戦相手は朝倉美君チンチンコカンファイヤーとは早すぎる。永遠のライジンネクストエピソード萩原恭平君2はまだ見たくない。伝説のボクサーパッキャオは一番これありそうやけど一番見たくない。4万人入れるならこれ、格闘技物申し協定決裂試合、平本蓮 VS 細川バレンタイン、ほっとけなかった。こ
それは4万に行くやろ。いかんか。もうせっかく好きな2人仲良くなってスターウォーズ風やりとり、師匠パダワン呼び合いしてて嬉しかったのに。レンレンさんも1回仲良くなったらもう喧嘩もっとしろ、毎日しろ、なんやったらもう一回前田嫌いけ。前田先生、間違えました。ギャー、うっ、やられたと声取りを終えたら、友達でもねえくせに応援来てくれる天心ってほんといいやつやわに引用リツイートの相手はひろゆきパパだ。何も知らないくせにいい加減にしろ。友達でもねえくせに友達のふりすんのはやめておけ。っておっさん言い過ぎやぞ。いくらムカついたこと言われたからって公の場で言うのん違うやろと思い、我も子供の友達に友達じゃないくせにとか言い過ぎやろ親父、ありえへん、同じ親父として恥ずかしいなと、てん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 、真面目か俺。するとレンレンさん、久々に天心の親父にキレられたな。最後キレられたのは俺が小6の時に、お前は精魂が腐ってるってキレられた以来かな。以降絶交したんだけど。あ、昔からの仲みたいでした。失礼しました。以上、週刊連連ニュースでした。もうくだらん、ほんま妖怪から気丈ばっか、まるで指揮者ボス相模バッハ見たく砂漠、こんな言葉ばっか。